っていうふうに言うよね。なんでコークと呼ぼうというのかというと、実はコカ・コーラはもともとドープと呼ばれてた。ドープと呼ぼうコカ・コーラだった。ドープっていうのは薬品のスラング、いわゆるほら薬物とかを使ってスポーツで記録とか出したりするときにドーピングって言うじゃん。ドーピングのドープっていうのは薬品って意味なんだけども、もともとコカ・コーラっていうのはですね、売り場ではそれを売ってる売り場ではですね、その麻薬というあだ名だったんです。で、20世紀に入ってコカ・コーラ社が成分から渋々コカインを除いたんだけども、本当にね、実は最初いやいや除いたんだよね。世間がいろいろコカインコカインって叫ぶと、もうコカ・コーラの中に入ってるコカインなんて微量だから、あんだけしか入ってなかったら害がないのにと社長は思いながら、もう散々もう会社の他の取締役からなんか営業からみんなコカイン抜いてくださいよと、今世間えらいことになってますよって言って、その時の社長が嫌だけどもうしょうがない抜くかって言ってコカイン抜いたんですけどもですね、これ以上違法薬物のイメージを広げたくないと、なのでドープっていうふうに呼ばれるのもやめさせようとしたのでですね、ニックネームでコークというのをつけた。コークと呼ぶコカ・コーラっていうのは日本ではすごい自然に入ってきたけど、実はアメリカではコークと呼んでくださいっていうのはもう二度と皆さん売り場でドープと呼ばないでくださいという意味だったんですね。ではなぜコカ・コーラはドープ、薬品、薬物というふうに言われたのか。ペンバートン博士はですね、漢方薬医です。で、モルヒネ中毒だったんですけども、万病を治す万能薬としてコカ・コーラを開発した。博士がとりわけ患者としてターゲットにしてたのは、実は富裕層の男女だったんです。南北戦争でですね、アメリカは、特に南部はですね、農業国から工業国に変わった。で、工業国に変わったらですね、都市のストレスというのができたと。それまで日が昇ったら起きて農場へ行って働いて、日が沈んだら家帰ってきて雨降ったら休むと、こういう自然の世界で過ごしていたもう9割までのアメリカ人がみんな町に行って工場で働いて時間通りに動かなきゃいけない、大変なストレスになっていると。で、その都市化のストレスで神経症を訴える人が激増しました。で、不安が、すごい眠れないとか頭痛がするっていう、このね、その不安がするとか眠れないって頭痛がするっていう神経症という言葉もですね、この当時のアメリカで生まれました。それは何でかっていうと、もちろんアメリカは工業化社会になっても農村で働いてる人もし農夫やってる人もいるんですよ。でもそうじゃなくて、俺はちゃんと近代アメリカですね、南北が統一された素晴らしいこれから金持ちになるアメリカに適応したんだぞというアピールしたい人たちはなんかね、わざと頭痛がするとか神経症だとかって言い出したんですよね。つまりある種セレブの証明みたいなもんなんですよ。セレブの証明として、わあなんか不安で眠れなくてっていうとか言ったり、自信がなくてって言ったりですね、頭痛がするって言ってるのはなんかね、お金持ちの証明だったような時代だったんですね。農業ではなく工業で儲けてる証拠というわけ。だからその当時のセレブの病気といえば、体を動かさずに美食ばっかりしているから消化不良というのもやっぱセレブっぽい悩みだった。で、忙しすぎて神経症。そこで注目されたのがヨーロッパの天然水、炭酸水ってやつ、ミネラルウォーター。ミネラルウォーターの中で発泡ミネラルウォーターってあるじゃん、炭酸水。あれヨーロッパにないと取れなかったんですよ。当時のアメリカにはそんなの湧いてなかったから。だからヨーロッパ の温泉行ったりですね、水源に行って炭酸水を飲むっていうのはもう本当にセレブがやっている、いや食欲不振だからヨーロッパから取り寄せた炭酸水飲んでるよっていうのが一番かっこいいことだったんだ。だからそれを飲むのが健康にいいという民間療法も流行っていた。で、これ天然の炭酸水だけでは足りなくなって、早速ドイツで人工炭酸水っていうのが作り出されたと。固定された空気っていうふうに言われたんだけど、それがアメリカにもその機会がやってきたと。で、ヨーロッパの貴族たちも消化不良や頭痛薬として炭酸水飲んでると。いや、本当にね、当時炭酸水っていうのが薬局で売ってたんだ。で、あっという間にアメリカ中の薬局のコーナーの隅に、薬局の隅に炭酸水を飲むためだけのブースができた。炭酸水のタンクを置かれて、もしくは炭酸水の発生器を置いたところもあるんだけども、それらはヨーロッパの天然の泉、ファウンテンっていうのをみんなにイメージさせるためにソーダファウンテンっていうのが呼ばれた。だからバックトゥザフューチャーとかでよく学生とかがソーダとか飲んだりコーラ飲んだりしてるとこあるじゃん。あれをソーダファウンテンって言うんだけども、なんでかっていうと、もともとあれ薬局にあるのはなんでかっていうと薬品だったから。炭酸水を飲むだけで消化不良が治ったとか頭痛が治ったっていうふうなことを言われてたんで、それで薬局の隅にソーダファウンテンというのが作られて、それがだんだん大きくなってきて、なんかこう
なんだろう、ファーマシー、薬局っていうのがだん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 若者の社交の場みたいになっていった。で、そこでですね、ベン・バートン博士は炭酸水で割る原液の薬、その当時炭酸水っていうのがもうだんだんオレンジとかいろんなフレーバー入れ出してきたから、そういう原液の薬を探し求めていました。でもこれね、もうね、日も分かってるんだけど、1885年の8月っていうふうに言われてます。ベン・バートン博士はですね、行きつけのジェイコブズ・ファーマシー、後にコカ・コーラを世界で初めて発売する場所だよね、ジェイコブズ・ファーマシーの角で新聞買いました。で、博士がですね、ガーッと新聞めくると、まあ、一面だけは新聞記事なんだけども、二面、三面、四面と全部インチキ薬。で、もう自分も薬調合してるけど、インチキ薬ばっかりだと思ってて探してて、ようやっとベン・バートン博士は、まあ、目当ての記事見つけた。もう広告の隅に埋もれるようにしてですね、アトランタ市議会のニュースが載ってると。アトランタ市議会は、その当時ですね、禁酒法ですね、酒を禁じると法律をアメリカ、全米アメリカに先んじて可決しようとしていると。やっぱりっていうふうにベン・バートン博士は思ったわけだよね。博士はそのまま薬局の2階の自分の部屋、借りてる部屋行って、ペルーから届いたばっかりのでっかい荷物を開けた。そしたらペルーから届いた荷物の中には魔法の植物コカの葉と、そのコカの葉からコカインを抽出するろ過器がセットで入っていると。で、やっと間に合ったと。禁酒法が成立すると、多分アメリカだけ、アトランタだけじゃなくてアメリカ中で代わりの飲み物っていうのをみんな欲しがるだろうと。いきなり酒が飲めなくなったら、みんな、じゃあ酒が飲めなくなったらどうすると、酒屋に行くんじゃなくて薬局のソーダファウンテンで酒みたいなものを飲もうとするだろうと。で、この魔法の葉っぱコカから抽出したコカインで究極のドリンクを作ろうと。それは美味しくて、おまけに健康に良くて、万病に効く、そういうふうなものができるはずだっていうふうに思ったわけだよね。コカの葉はですね、インカ帝国の宗教儀式にも使われて、インカの奴隷たちはコカの葉を噛んでる限り何十時間でも働いたっていうふうに言われてるんだよね。で、コカの葉を噛んでるとですね、悩みがなくなり、まあまあ頭がスカッとするという、まあそうだよね、コカインだから。で、これね、ヨーロッパでもですね、すごい受けたんですよ、コカインはですね。精神分析というですね、全く新しい医学を発明したオーストリアの医者、ジグムント・フロイトっていう博士がいました。いわゆるフロイト精神分析の、フロイト博士だよね。ジグムント・フロイトもコカインを万病薬としてですね、ものすごくこう褒めてると。褒めてるどころか自分に処方して、おまけに患者にも処方して、もうね、コカイン中毒患者を山のように作っちゃったんだけども、フロイトはですね、婚約者のマルタ・ベイナイスっていう女の子にですね、とんでもないエロ手紙まで送ってます。全くコカインは素晴らしい。男性の機能まで強くしてくれると。次にお前に会った時に、お前を真っ赤になるまでキスして、それからコカインの機能でたくましくなった男でヒーヒー言わせたるからなっていう。これ本当にこういう手紙が残ってるんですよ。いやもう、フロイトさんって偉人だから全ての手紙が残されていて、結構恥ずかしいんだけれどもですね。この当時のですね、コカインの処方記録の中には、そのコカの葉を噛みながら山登りしたら、朝ごはんを食べずに昼ごはんも食べずに食事抜きで全く疲れず夕方まで山登りができて爽快感のみあると、疲れが全くないと、そういうような報告があって、みんな副作用のこととかそういうようなことを全然気づかずに、これはすごい万能薬、アルカノイドが見つかったなというふうに言ってたんだよね。で、このコカインに注目したのがイタリアのコルシカ島のですね、アンジェロ、マリアーニっていう人です。マリアーニはですね、ビン・マリアーニという名前のコカイン入りワインを発売しました。で、この麻薬ワインは、このビン・マリアーニって本当にコカイン入ってるから完全に麻薬ワインなんだけども、ビクトリア女王とかトマス・エジソンももうガンガン飲んでて、で、宣伝に推薦文まで書いてるね。エジソンは寝なくてもめっちゃ働けるって推薦文書いてて。コカイン中毒者だったんだけども、中でも最大の推薦文を書いたのは、当時のローマ法王のレオ13世。レオ13世、死んだ後に発表された伝記では、レオ13世は信じられないほどほんの少しの食事とワインしか飲まなかったって書いてるんだけど、そのワインはコカイン入りのワインだったんだよね。で、伝記にはですね、しかし神を信じる強い心は、その瞳をギラギラと輝かせていた、あれっぽちの食事とワインで、なぜあそこまで強い目の輝きを出せるのだろうっていうふうに書いてるんだけども、このですね、コカ・コーラ帝国の攻防という本を書いたですね、マーク・ヘンダグラスっていう人は、それはね、信仰心じゃなくてコカイン中毒だからっていうふうにめっちゃきついツッコミやってます。
ベンバートン博士はこの南米の魔法の葉っぱコカと、あとね、さらにアフリカ原産のコーラの実、これはね 4% ものカフェインが含まれていて、現地の部族も興奮剤として使ってるんだよね。でこのコカの葉とコーラの実を両方使うというとんでもないことを思いついて、この2つの薬品を混ぜて、1年ぐらいかけてアメリカ製の初の麻薬ワイン、フレンチワインコカっていうのを完成させました。でその直後、フレンチワインコカはものすごい売れたんだけども、ところがその直後、アトランタ市議会は全米に先んじて禁酒法を成立させます。実はアメリカの禁酒法っていうのは1920年代に一斉に全米で成立したんではなくて、まずアトランタが最初になって、いろんなアメリカの都市や州で次々と禁酒法が成立していって、最後に連邦アメリカとして全アメリカで禁止になったっていうのが禁酒法の流れなんだけども、この禁酒法がきっかけになってアメリカ中に、まあ、なんだか1920年代アメリカ、イタリアンマフィアが、まあ、なんだろうな、伸びるきっかけになっちゃった、そういうふうな異常事態になったんだけども、禁酒法が始まると、あの、ね、一応ね、1年間か2年間の猶予期間があったんだって、アトランタでも。でその間にとにかく酒が飲めなくなるということで、禁酒ドリンクというのが流行りだした。とにかく何か酒の代わりに飲むものが欲しい、飲むものが欲しいというふうなことで、どんどんですね、みんな禁酒ドリンクというのを開発したと。でベンバートン博士はフレンチワインコカっていうコカイン入りのワイン作ってたんだけども、まあ酒屋で一杯やれなくなった男女もですね、今度は酒屋でなくて薬局のソーダファウンテンで何か代わりのもの、酒が飲めなくてイライラすると、このイライラを収めるものをくれと。でベンバートン博士は自分のフレンチワインコカからアルコール成分を抜いてソーダファウンテンで売るっていうことを思いつきました。それがコカ・コーラです。1杯わずか5セント、当時の値段で5セントで、まあ、酒のですね半分以上、5分の1から10分の1ぐらいの値段なんだ。なのに酒よりはるかに気持ちよくなれる、それも当たり前でですね、当時のコカ・コーラは原液でしか発売しなかった。その原液をソーダファウンテンの薬局の親父が20分の1に20倍に炭酸水で薄めて売ってくれていったんだけども、これね、何倍に薄めるかもう親父次第なの。なのでちょっとチップもらったら原液の4倍ぐらいの薄めとかですね、めっちゃ濃いのをガンガン出してたので、それはもうね、あのコカイン成分のおかげであっという間に、ね、男女ともに気持ちよくなっちゃったんだよね。でクリームソーダを飲みに来た子供にも親父たちはですね、そのちょっとサービスして設定分量の5倍ぐらいのコカ・コーラを飲ませたってやったと。そうすると子供はもう全然まっすぐ歩けなくなって、家に帰った後もですね3日ぐらい目がランランとして眠れなかったそうなんだけども、まあそれぐらい興奮してしまったと。でこの子供にコカ・コーラを飲ませて眠れなかった事件というのは、後にコカ・コーラ裁判というのがあった時に、有毒なコカインでアメリカの子供をですね中毒にしたというようなことで、まあ、訴訟されることになったと。これ、まあ、こういうのがいろいろあったので、コカ・コーラからですねコカインが抜かれることになったんだけども、まだそれでもですねコカインの中毒性とか有害性が知られる前だったので、とにかく魔法の薬コカ・コーラは売れに売れたと。しかしこの頃のコカ・コーラは、会社のですね中心人物たちが揉めていて、事業拡大ができないという状態でした。発明者のですねジョン・ベンバートン博士はモルヒネを買うために、もうね末期モルヒネ患者だったんだよね。なのでバカ高いモルヒネを買うために、誰かで構わず一緒にコカ・コーラで一儲けしないかって言って小さい会社を作りまくった。なので権利が分散しまくって、どこが本当にコカ・コーラの製法の特許を持っているのか分かんなくなったと。でその中でですね、まあ権利を持ってた有名な一人がですね、フランク・ロビンソン。フランク・ロビンソンはコカ・コーラという名前をつけた。あ、もうコカとコーラだからコカ・コーラでいいじゃんって言ってコカ・コーラという名前をつけて、あとこの有名なコカ・コーラの筆記体のロゴデザインだよね。ここのところがこうリボンみたいになっている。このデザインもですね、自分でデザイン、自分で作った人です。で、もう一人ビジネスマンのエーサ・キャンドラーという人がいます。このエーサ・キャンドラーという人はね、なんかね、ろくな写真がないので、もう今回写真見せません。エーサ・キャンドラーもコカ・コーラ社の権利を手に入れ、まあ、結局はこのキャンドラーはですね、アメリカ中にコカ・コーラを広める2代目社長になりました。ベンバートン博士の次にですね。で、コカ・コーラを発明したですね、ジョン・ベンバートン博士はですね、発明してからたった2年で、死んでしまいます。コカイン中毒というか、まあ、その他複合症で。で、コカ・コーラ社を結局乗っ取ったエイサ・キャンドラは、ビンバートン未亡人にですね、お見舞い金も出さず、もちろん何の権利も与えずに、会社を自分のものにして乗っ取りました。
しかしそのエイサー・キャンドラーも20年も経たず会社が次の人に乗っ取られることになります。キャンドラーの最後の仕事、エイサー・キャンドラーの最後の仕事は最後までオリジナルレシピにこだわったことですね。それをしぶしぶコカインの成分から外したことでした。キャンドラーは悪いやつというかですね、えぐいビジネスマンだけども、コカ・コーラが好きなことに関しては本当にその開発した発明した博士以上だったんだ。だからあのビンバートン教授を軽んじた、博士を軽んじたんだけども、その発明品のコカ・コーラを徹底的に守ってオリジナルレシピでなければならないっていうふうにずっと言い続けた。なのでオリジナルレシピに手を入れたがらなかった。コカインの有害性でマスコミが騒いだ時もコーラ1杯あたり 5mg は有害とは言えないと、カフェインの分量も紅茶以下だと、誰が紅茶を有害というというふうに言ってたんですね。しかしコカ・コーラ社幹部の説得でついに1900年ですね、オリジナルレシピの X4 と呼ばれるですねコカインは取り除かれました。ということで、タオル君分かったかな。コカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その2、ピエール滝も大好きなコカインの真実。つまり今のコカ・コーラにはコカインが全然入ってないってこと。うん、そうそう、コカインね、全然入ってない。つまんない、まあやめなさいって思うんですけども、これね、まだね疑う人が結構いるんですけども、入ってません。